はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングの藤田サラダキャヨ。はい、というわけで本日はですね、うちのプロモデラー MG を使って何をするのかというと、塗りまくります。塗りまくって塗りまくってスペシャルを何回履けるか対決、一人でねやりますけども、やっぱ自分との戦いですけども、まあね、あの前にですね、ちょっとなんかとあるところでスプラスピナーでこうスペシャルをめちゃめちゃ貯めて、どんどんマルチミサイルを撃つのがすごい10回ぐらいね撃てるっていうのが見れたんですけども、これがこのプロモデラーでもできるんじゃないかということでいきましょうか。はい、ザアメベアメベアメベはでもあんまりなんか床がない感じもしますけど、まあ関係ないですよ。この辺はどんどんね、僕はあの塗って投げて撃って飛んで、ね、やるだけなんですけども、もともとですね、ちょっとそのスプラスピナーですごいことができてたなっていうので、スプラスピナーの動画を撮ろうとしたんですけども、いかんせん僕のね腕見がちょっと足りなくてできなかったんで、こっちにあの逃げました。プロモデラーならまあなんかな、おら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 お楽しめなかった、すいません。これの繰り返しです。そっちおー、一発当たんなかった。逃げよう。おー、危ねー。これちょっと、死は5ハット絶対、死は5ハットよ、これ。死んだらもう、回転率もクソもねえから。嘘ー、突っ込んできたー。マジか、クソ。やばいやばい、死が5ハットなのに。死だけはしてはならないと言われてるのに。どうしよう、プー。あ、こっち行って。とりあえず、なんか意外と濡れてないから、これガンガン塗ろう。ガンゲカギンゴン。五銀ゲゲンガンゴン、オッケーオッケー、五銀か銀ゴン、あーごめんなさい、降りてた、危ない危ない、いない、はぁー、いやー、くそ、これ意味ねえんだよな、やばい、止められる、なー、まず、おー、ナイスー、ナイスショー、やばい、ちょっと待って、これはちょっと一回、ちょっと戦いの方に重きを置きます、やばい、すごくやばい、とんでもなくやばい、こっちかい、こっち来るんかい、びっくりした、こっちならまあ、よし、これ。やあ、で、おい、オッケー、だいぶ塗った、決めな、うん、来ていいよ、来ていいよ、俺ガンガン塗るか、俺が、なんか下にね、こう大丈夫、下いそうだけどな、それ、ちょ、降りた方がいいね、それ降りた方がいいね、実は、オッケー、決めんな、ちょっと、決めんな、いや、マジでケメんな、ちょっと、そこいたって意味ないって、マジで。オッケー、降りた、ナイス。そのやっぱケメんな、ごめんな、俺ちょっと、俺が先走った、そんなことなかったの、みんなもケメんなの、ケメんなをいつするのかって、そこだけ考えたのもな、よかった、ごめん、ほんとごめん、それはね、やっぱそこら辺の俺の早とちに、ぐー、びっくりした、音で気づいても、音で。そこら辺、大丈夫。で、そこら辺。意味ねえ、これ。これ意味ねえな。意味ない行動してる気がしますけど、割れたの？で、まだ、あ、思ったね、ナイス、ナイス持ちだ。ナイス持ちだよ、それ。すごいいい持ちだよ。よかとよ持ち。オッケー。でもね、よかとよ持ちしてくれるんだったら俺前に行かなきゃいけないんです、俺は。ヒエピー、オッケー。うお、ヒエピー、オッケー。逃がさないよ。で、待て、全然、ジュー。よかった、びっくりした、ナイスだった、オッケー、いける、みんな、とこっち飛ぶ、オッケー、で、まだね、実は全然なんですよ、一回俺がリードしてるか、オッケー、俺が一回リードしとこう、オッケー、じゃあ俺が一回ちょっとね、これスペシャル一回吐いた後にリードさーっ、オッケー、ちょっと、一回これで終わるでしょ、終わるでしょ、いや、もうこのままいっちゃおうね、これ打った方なんでしょ、これ、オッケー、で、これ一回リードしますよ、オッケー、ほら、来て、来れ、いや、これ私このままノックアウトできてしまうんですが、ノックアウトしてしまったんですが、なんでやおい、俺スペシャルいっぱい履きたかったんだよ、俺いっぱいスペシャル履けるかどうかの企画やりたかったんだよ、できんかよノックアウト、お前なんでやおい、ちなみに今ので何回打った俺、なんだ、あ、10いけるぞこれ、マジで10いける、気を取り直していきましょうか、こちら箱フグ倉庫でございますけども、箱フグのガチホコ、そしてスペシャルを打ちたがりおじさん、これね、やっぱ
まあ、勝つのはもちろん勝ちます。勝つのはもちろん勝つけど、僕はねスペシャルを打ちたがりおじさんなんで、そこはちょっと皆さんに誤解しないでいただきたいですね。僕はちょっとスペシャルを吐きに来てる部分もあるんで、これはなんかその勝ちもねもちろん狙っていきますけども、それとはまた別にそのなんかあのスペシャルをいっぱい打って、それでこうみんなと一緒にこう楽しくゲームでやるやあぶね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 あぶやばい、それやばい、めっちゃやばい、それ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 めっちゃやばい、われ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 、そうそうそう、ナイスナイスナイス、俺持っていくわ、オッケーオッケー。で、俺がすーごい前行くから、ほら、もういけ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 、ほら、オッケーオッケーオッケー、20いったでしょ、20いったでしょ、もういいよね、もういいよね、俺もうこれ以上、その、矛持ってくのに関与しなくていいよね。怒られそう。ポインキュー、ちょっと待って、ポインキューはね、ちょっと待って、ポインキューは別に大丈夫なんですよ。とりあえず俺はね塗りたいんですよ。塗らしてくれ、俺に塗らしてくれ、塗る権利をくれ。おっ、なんかいたな、多分敵いたな、それ。うわ、やばい、とりあえずここは流す。おいおいおい、ナイスナイス、うわー、それは無理、ナイスではない、うわー、あれやほら、そこにいるんだよな、下がったな、オッケーオッケー、下がったなら行きやすいから俺も、で、待て待て待て、落ち着け、すいやー、届かねえ、危なかったな、ここ置いとこう、オッケー、で、ここ投げ込んどいて、オッケー、ここよ、おら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 、足りないよ。あー、ごめんなさい、ちょんないごめんな、チーナキャナイチー、イエス、いやー、オッケーオッケーオッケー、まあ、とりあえず、ちょっと、うるさい、誰か飛ばしてみてよ、俺、もう一歩下がってみんな、まあいいか、よし、行こう、あれ、飛んでいいやつだ、右側な、オッケー、右側任しとけ、あ、やってくれた、じゃあ、俺、こっち塗る、やったー、これもね、やっぱ塗ってないとこ塗るのが一番ね、やっぱポイントとして、美味しい感じがしなくもないんですけども、まあ、しないと思いますけども、とりあえず、ここ塗る、なんか塗る、死ぬわけないから、こんだけ貯めて死ぬわけには絶対にいきません。あばばばばば、ほっ、あぶねえな、ちょっともうそろそろ打たしてよ、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ、危ない、オッケーオッケー、やるね、意外とね、やっぱボムラッシュはね、なんかね、ぐちゃらせ要素が強いんで、結構ね、ぐちゃら、お前敵じゃねえか、お前この野郎、どこ行った、あいつ、ミサイル施設どこ行った、そこが、え、どこ行った、この野郎、くれ、よし、で、俺ちょっと、こっちで、なんかもうちょっと濡らしてくんねえかな、俺にもうちょっと塗る、俺に塗る実感をくれ、オッケー、危ない、わかるぞ、お前、敵やないか、ほら、オッケー、塗っといて、で、ボム投げて、塗って、よいしょ、オッケー、で、もう一歩前塗りたいな、俺は、ほら、で、ここにいるだろ、うん、いるね、うぅー、オッケー、ラッキー、ウェイオブディフェンス、あ、なんだお前、ちょっと今、ちくずれ、オッケー、もう一発投げたいです、ちょっとすいません、僕のスペシャル投げる実感をください、僕に、ちょ、どうしよう、この辺とか塗ってないんじゃないですか、塗ってますね、はい、みんな塗ってんじゃん、優秀なんだから、みんな、ちょっと待って、優秀なの困る、おお、やった、はい、網の上からボム、網からカーリングサディスティック、いやいやいや、これで、あー、なんかいる、あ、いますれだ、帰れ、どこ行ったんだよ、左側か、オッケーオッケー、うーん、まあ、全然、左側は全然よし、よかとよ、オッケー、危ねえ、でもね、どこにいるんだ、敵がどこにいるか分かりづらい、マジで、オッケーオッケー、ちょっと待って、一回下がって回って打って、で、これだ、だ、あー、もうそこに一生そこに進ませる剣、一生そこに進ませる剣発動、見て、あ、なんかそれ、カコンカコン言ってる、カコンカコンはやめてくれ、オッケーオッケー、ちょ、とりあえずここはね、あそこにあの籠城させてからの、もう一発ずつぞ、みんな、もう一発僕にスペシャル打たせてください、皆さん、すいません、本当に僕はね、ちょっと勝ち負けとかそういうの関係ないですよ、マジ関係ないですよ、本当に今、僕はただもう一発塗りただけです、塗って、おーし、どうもー、オッケー、で、ちょ、ここ怖い、ちょ、バブルがあったのに、マジ、ちょ、
おいおいおい、これはもう勝ち確定、勝ち確定おじさんなので、おら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 、で、持って、私が持って、あ、ごめんなさい、緊張しちゃった、緊張しちゃった、まあまあ、でもこれで、持って、持って、ナイス、ナイス、ウェーイ、オッケー、勝負に向かって、スペシャルもう吐きまくったよ、さあ、何回吐いたか、これが、なんかでも、微妙だった気がするな、何回吐いたんだろう、ねえ、オッケー、まず勝ちね、まず勝ち、勝ちはまず勝ち。で、で9 10じゃねえんかい、マジか。はい、というわけで本日はですね、このプロモデラー MG で何回スペシャルを履けるかチャレンジやってましたけど、まあなんか不本意に普通になんかノックアウトしたりとかしましたけども、あのまあプロモデラー自体がね、まあ塗り力がちょっと弱くなったというのも、まあ結構塗りやすい、さーっと塗れるっていう武器であり、そしてスペシャルに必要なポイントが160ポイントなんですよ。だからすぐに溜まるんですけども、まあでもボムピッチャー、カーリングボムピッチャーの時間がまあ結構長いので、まあその分ちょっとロスがありつつですけども、そのまずカーリングボムピッチャーがすごく強いですね。ああいうガチオコとかで細い道があるステージとかで打つとすごく強いので、もしかしたら普通にちょっと今ね、僕は検証とか言ってやってましたけども、結構これがガチガチにね、使える武器なのかもしれないですけども、まあ、とりあえずねプロモデラーでやってましたけども、多分ですけどやっぱりもうスプラスピナー、僕はちょっと使えないんで全然検証できなかったんですけども、スプラスピナーでガンガン塗ってっていうのが一番スペシャルいっぱい打てると思うんですけど、まあ僕はガチオコ A なんで全く参考にしないでください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンでクリックもお待ちしてますので、ぜひお願いします。というわけでまたお会いしましょう。